さあこちらサブグラウンドの様子ですが、先ほどあの水野スカウト部長にも来ていただいたんですが、この門脇のその体の強さ、はい、もう大学も1年生の時からゲームに出て4年までこうずっと出てたということで、そのあたりのまあ実戦での強さであったり体の強さ、このあたりが門脇の武器だという話もしていました。でもそうなると上重さん、やっぱりこうチーム内でも、はい、まあ、争いという部分 で、 そうですね、本当にこのなんでしょう、高め合ってる感じがありますよね、うん、でここからはもう実践になってきますんで、はい、いわゆる結果という形でね、数字という形で、まあ、如実に出てきますんで、このチーム内の争いという部分ですよね。そうですね。そしてまた1軍と2軍という部分でもまた熱くなってますので、はい、本当にこうヒートアップしてる感じがあります、宮崎行くこれはどういう意味かと言いますと、宮崎2軍なので2軍に行くかということなんですけども、でも紅白戦でもね、あの軽快な守備、はい、バッティングも勝負強さ見せていますし、いいアピールをここまでは門脇は行っていますよね。そうですね、うん、あの原監督も本当にこの選手は実戦向きだというふうに思っていると、はい、なのでこれからの実戦でどう使っていくかというのも楽しみですし、うん、そこでまた持ち味を、まあ、しっかりと発揮してますからね。そうですね、はい、確かあの宮崎の初日2日目3日目でしたかね、あのフラッシュインタビューもね来ていただいて、はいはい、その時もこうすごい表情が明るくて、そうなんですよ、もっとこうルーキー緊張してるのかなと思ったんですが、うん、本当にこう楽しんでと言いますかね。そうですね、本当に元気いっぱいではつらつとしている感じもありましたし、はい、うん、まあ、ただやはりこのプロの世界なので体だけではなくていろんなプレーのことを考えるんで、はい、頭もいっぱいになってますと。そうですね、はい、サインも覚えなきゃいけないですし、そのね、連携という部分でもね、また、まあ、若手になりますんで、はい、先輩の皆さんね気使うという部分もあるでしょうし、なんならもうねテレビでこう見てた人たちと今横でプレーしてるってことですもんね。そうなんですよね。なので宮崎で行われた紅白戦の時には、はい、赤組の方に、この白組ですね、はい、の方に門脇選手いたんですけれども、うん、そしてドラフト1位ルーキーの、浅野翔吾選手が赤組でいて、はい、やっぱりこのドラフト同じ同期で入っているので、うん、何かこう楽しそうに話しているとか、うん、まあ、そういったリラックスしている感じもありましたね。少しずつこうプロとしても本人も慣れてきているというふうにこの前もお話しいただきました、うん、内野手の、まあ、控えというところの争いで言いますと、門脇もそうですし、湯浅も昨日の紅白戦でタイムを打ちましたし、この辺りの争いという部分もね、そしてまたそこの底上げ、はい、2軍でも中山もいますし、こう、まあ、去年やはりその坂本が怪我をして、まあ、若手も頑張ってはいたんですが、やっぱりそこのね、そのレベルの差という部分はなかなかこう埋められるものがやっぱり難しい部分もあったと思いますので、この若手の底上げ、こう坂本を脅かすという部分でいうと、また坂本も頑張るでしょうし、そうですね、というところですよね。そして副キャプテンになりました吉川直樹、今年からキャプテンは岡本、副キャプテンに吉川直樹ということで、ですから出川さん、今岡本は WBC の方に行ってますので、はい、実質キャプテンは吉川直樹ということ、直樹ということに、はい、なるでしょうね、はい、アリーバックでも守備で、行っていたり、はい、本当にこのチームを引っ張るという部分では率先して練習をしているなというふうに感じます、うん、アーリーワークもその、ね、スイングだけではなくて特殊という形で、はい、もう朝からノックを受けるという、そういった練習もこの沖縄に来てからですか。そうなんです、はい、